今回は Maya 2018のインタラクティブグルーミングツールを使ってキャラクターの髪型を設定するということをやっていきます。まず最初にですね、キャラクター、こちらが対象なんですが、ポリゴン選択を行って髪の毛の生える場所というのを定義します。私の場合ですと、ナゲナーツールを使いました。少し、ポリゴンをかけているところがあるので、その部分を選択、追加で選択します。こちらのポリゴンに対して、これから髪の毛を定義します。生成の中から、インタラクティブグルーミングスプラインを選択します。そうすると、こういった髪の毛が生成されます。ユーザーインターフェース的にやりづらいので、マヤクラシックからインタラクティブグルーミングのレイアウトの方に切り替えます。そうするとこういったモディファイヤーの画面になります。まずスケールを選択して、ちょっと髪の毛が短いので髪の毛を長くします。スケールを調整したわけです。さらにディスクリプションの部分に戻って、今度はテーパーを調整します。つまり髪の毛の毛先の細さの部分を調整します。少し髪の毛っぽくなってきた様子がわかると思います。さらにこれを調整したいので、インタラクティブグルーミングツールを呼び出します。ユーザーインターフェースの中からでもいいんですが、こういうふうにメニューで取り出しておくとまた便利です。この中からコームブラシを選択します。そうすると、櫛で溶かすような形で髪の毛を調整するということができます。で、ここでですね、せっかくですので、シンメトリーの機能を使って鏡面で修正するということをやっていきます。ブラシで修正するような形、ペイントで修正するような形を取ることができます。今、強さを変えました。ちなみに強さのショートカットは M。ブラシの大きさのショートカットは B になります。覚えておくと非常に便利ですね。シンメトリーツールを使いながらどんどん髪の毛を整えていきます。まだモヒカンっぽいですね。あと後ろの方も髪の毛を溶かしてあげます。まだ横の部分がよろしくないので、その部分も修正していきます。ちょうど今、モヒカンみたいな感じになっちゃいましたね。ここでシンメトリーの機能を外して、さらに前髪の部分、頭頂部分から前髪の部分というのを作っていきます。少しスタイリングをしたいので、シンメトリーを外したわけです。簡単に髪の毛を分けているような状態に持っていきたいと思います。今、ペタッとした状態になっちゃってますね。ですので、少し盛り上げます。あと、髪の毛何本か、まだ跳ねたものがありますので、こちらも調整します。中にめり込んでしまっているようなところもあります。ちなみに、メッシュとショートスっていうのを選択すると、一応メッシュの中にはメッシュとの衝突計算を行って、メッシュの上に髪の毛があるような状態にすることができます。少しずつボリュームのあるような状態に切り替えていきます。ここら辺ざっくりですね、どん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 髪型を整えていけばいいかと思います。頭頂部分ですね、まだボリュームが足りませんので、この部分を少しずつ膨らまします。
後ろの部分も調整します。ちょうど真ん中部分の盛り上がりが足りなかったので、その部分も調整します。だんだん出来上がってきた様子がお分かりいただけると思います。ちょっと後ろが跳ねちゃったような状態になってますね。なので、こちらも修正を行います。はい、で、さらにですね、強さを少し弱くして細かい微調整を行いたいと思います。髪の横の部分もですね、調整します。ちょっとカクッとなってたので、この部分も調整しました。で、さらに少し髪の毛を伸ばしたいので、側面の部分ですね、長さブラシに切り替えて髪の毛の長さを調整します。で、ここでブラシが強いと一気に伸びてしまうので、少し弱めのブラシで調整します。コーンブラシで、ちょっと後ろの寝癖ですね、まだ治ってなかったので、この部分を調整しました。あと前髪も少しだけ伸ばしてみたいと思います。ちょっとブラシが大きいので小さくして前髪も伸ばしました。で、さらにモディファイヤーで束を選択すると、これは2018からついてきているんですが、こういった髪の毛が束になるモディファイヤー、またはブラシですね。で、ちょっと束になる値が強すぎるので、少しパラメータを調整します。束自体のウェイトの大きさを調整したり、どこから始まるのか、またツイストをかけたりとか、さまざまなパラメーターが調整可能になっています。またテクスチャーなんかも割り当てることができるので、非常に複雑な髪型を作るということもできます。あと今かなり一様な状態になってますので、ノイズブラシを使って少しランダムさを与えてあげます。ノイズの強さを変えたいので、ツールのところでマグニチュードや周波数を変えてあげます。少し、ランダムさが髪の毛に追加されていく様子がわかると思います。で、さらにですね、髪の毛の長さをまた一部調整したいんですが、そこでですね、切るための、ブラシを使うんですが、余計な部分をこう切りたくないんですね。そこで、こういうふうにフリーズブラシを使います。そうすると、その部分がマスキングされます。で、あとは、切り取りブラシで自分が髪の毛の長さを削りたいところをですね、調整していきます。ちょうどですね、切られる部分っていうのが、こういうふうに緑で表示されます。この色ももちろん調整することができます。細かく調整を行っていきます。はい、調整が終わったら、またフリーズブラシを選択して
今マスキングされている部分というのを解除します。解除の仕方はコントロールキーを押しながらペイントすればいいだけですね。だんだん髪型が出来上がってきました。あとですね、モディファイヤーでちょっと全体にノイズをかけてみます。こんな感じの髪型になりましたね。で、またマグニチュードを調整したり、各種パラメータを調整します。ただ今の状態だと髪の毛の本数が少ないので、ベースの方に戻って髪の毛の本数を増やしてあげます。あとですね、髪の毛の滑らかさ、今5分割ですので、これを CV を8にしてリビルドとすると8分割になります。で、大体髪の毛ができてきたんですが、ちょっと細かくまた修正したいと思います。横の部分ですね。少し外に跳ねてましたので、この部分を修正します。こういった形で髪型というのを作り出すということができるようになります。